サトシさん、対戦よろしくお願いします。レートめちゃめちゃ上やな。1842か。お願いします。あー、待ってください。これは前のシーズンでめっちゃ戦いましたね。ガーガエンが直帰。前はね、カバガエンゲンガー出されてるんだよな。んで、レヒレが捕まらんように立ち回ってたんですけど、今回レヒレが水ゼットやから多分話が違うぞ。多分ね、前シーズン2回やって、2回とも負けてるんですよ。で、同じ戦術で負けてて、5つ目カバー、ガオガエン、直帰ガオガエン、CS ゲンガーの並びを崩せなかった。ただ今回は崩せるはず。レヒレが水ゼットやからね。ゲンガーに捕まらずに水ゼットどこで打てるかっていう試合ですね。でね、カバー、ガエン、ゲンガーだけ意識するってわけにはいかなくて、左3手を見ないといけないんだよな。辛い、辛いんだよな。左3体な。でもね、毎シーズン右3体しか出されてねえからな。っていう、気持ちのもと出すのあり。まあ、レヒで潜水していきましょう。万行を出す。で、まあ、ルカリオ側の方も気にしときましょうか。ミルガルドで行きます。さて、お願いします。この人もずっと潜り続けてるっぽいんですよね。前のシーズンから同じレート帯でずっと当たりましたからね。お願いします。んで、高いなレート。これ勝ちたいところ。勝ったら1800来たら行くかな。よろしくお願いします。ちょっと気引き締めるわ。同じ戦術やったらレヒルが水ゼットになってるから勝ちやすいが、カバー OK。 カバーを崩したら、カバーを崩せば、カバーを崩せばレヒ、バンジが通るんだよね、間違いなく。引くとしたらミミッキュ引きか、一回風かな。水ゼット切れるけど、ミミッキュに引かれるのも嫌やしね。風から行きます。うん。ゲンガーに引かれても水ゼット打てる。オッケー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 。よし、耐えてる耐えてる。風で、ここの行動でバレたかな。オッケーオッケー。ここは水ゼットケアしてるね、あいつちゃんと。ちゃんとケアしてるわ。で、ミミッキュはこれで抜ける。水ゼットこれ裏が誰でも受からんぞ。これで一貫したはず。問題はレヒレを残さんとカバーがきついから、ここで切るべきかどうかやね。いや、誰か一匹持ってくるんで、ここは切りましょう。レヒレとカバー、レヒレとカバーの対面をどんどん作っていくゲームやね。ここスーパーカートルネードでいきます。何か一匹を持っていこう。 OK、 ゲンガーかな。今回はガルドもいるから、カバーをに毒、カバーにガルドを出してって、毒打つかシャドウボスかのタクには持っていけるからな。そこまで行きたいね。動かし方は5つ目カバーっぽいかな。ルカリオならイージーが取れる気がする。オッケーオッケー。耳気落とす。仕事させなかった。押し方変えてきたから、これは勝たせてほしいぜ。後続はゲンガーいるかな。まあさすがにいるわな、さすがにいるわな、さすがにいますよね。ここバンギに引きます。安定ね。メガ進化早めにしときたい。カバーが絶対5つ目なんで、バンジが残ると絶対負け、バンジが残ると勝てないんで、勝ち筋としてはカバーにどんどんレヒレとかガルド投げていくやけど、レヒレがあんま捕まりたくないかな。ここヘッドバック OKOK、 ここアイテム安定やね。で、ここ釣れないので、ここは絶対に釣ることができないので、ここは、ストーンエッジかな。バンギの体力も管理したいんで、ゲンガー居座らないと思います。OK。で、カバーに引く。問題はね、この後かな。相手立ち回り次第で全然ひっくり返りしてると思うんでね、カバークッションしながらゲンガー通していけば、全然勝てるゲームやと思ってるはずなんで、めっちゃ当てろ。 OK、 急所当たる。で、相手の行動は怖
子な読む気がするんだよね。惹かれたくないと思うんだよな、デヒレに。一回座られても万事が削れてもまだ相手のゲンガを対応する体力が残るんで、やるならガルドバックやけど、自信来られた場合がきついかな。その場合は砂も切れるしね。相手は安定行動で割と勝てる。で、ヒーラー残さなあかんのよな。ここ決めたいとこやけど、行くか。砕く打つと、5つ目触って自身で落ちるかもしれないので、ここは一致やね。ゲンガーも意識します。オッケー。当ててほしい。当てたら試合変わるし、レヒレに。当てたら試合変わるよ。オッケー、当てる。落としちゃえ。オッケー。いいダメージ。さあ、ゲンガー、バンギー打点あるか。これで、相手はレヒレに受け出しが効かない。よし、悩んだ結果の選択肢、正解。ここ砕くでいいね。ここ砕くでいい。ゲンガー砂で死ぬし、催眠。オッケー。これはいったな。これは絶対いった。あとはレヒレがミスしくじらんかったら大丈夫だ。レヒレの思考回数、レヒレが行動する思考回数を稼いだ方がいいんで、ガルド引き、いや、バンギ突っ張って相手が怠けてきたら、怠けるタイミングでガルド投げかな。よし、拾った。マイティ目線は、あれですよね。数的有利取られたから不利でしたよね。ありがとうございました。リオさん対戦お願いします。これ勝てば1800か。よろしくお願いします。今1800乗ったら強いですからね。QR から、あるから調べようね。QR を調べながら戦術考えますか。あ、間違えた。ちゃうページ開いた。ポリゴン、Z、ミミッキュ、リザ、テテフ、ツルギゲコ、もう受ける気ないパーティーやな。ってなると、初手誰が来るかやけどな。タスキどこやろ。Z は多分上に引きやと思うんで、ツルギがタスキからスカーフなんだよな。ゲコスタートかミミッキュスタートかわからんな。Z2 枠。メガがリザだけ。リザは、バンギ欲しいね。ポリゴン2とリザ両方止めれるかスペックがあるのはバンギだけなんで、欲しいなぁ。剣を、レボルトは、ポリツの型によっちゃ見れるけど、アグノマ出せねえな。レヒレも出したくなるけど、ポリゴン絶対、本当にそこまで強くないんで、まあ、対面こう風押せるけど、レヒレで固めると剣出された時に辛いから、初手誰を読むべきかな。これレボルトから入るべきやね。レボルト、ガルドバンディかな。ちょっとリザーが薄いかもしれませんけど、これでいきます。 QR 調べましょう。まあなんやかんや1800チャレンジですからね、やり続けるもんやな。もう50戦ぐらい、1600後半、1700 の乗ったりの繰り返してたんで、やっぱり実ってくれてよかったな。まあ、ここから解けるかもしれないんで気をつけたいんですけど、ポリゴン Z とか突っ張る可能性あるのかな。ボルトチェンジバンギ、ボルトチェンジバンギ、ボルトチェンジバンギ、ボルトチェンジ版に、ここは絶対抜いてる。硬い気がするな。バンギ削られするゲットリザ X で負けるか、リザ X で負ける可能性があるか。ミミッキも裏にいるからな。ここガルドに引きます。メガネかもしれん。メガネかって直帰かもしれん。一番硬い気がするな。ノーマル Z どっち聞いてる。騒ぐ Z の方かどっちやろうか。まとってる、攻撃してる。 OK、 よし、でかいでかいけど
これね、身代わりがあることが多いんで、ちょっとケアしたいね。身代わりがありそうなんで、これケアすべきやね。ここボルトに引きます。これ身代わりケアします。ちゃんと身代わりケアしましょう。オッケーオッケー。まあシャドボか。シャドボね。132。でボルトはいないとデコの相手がちょっとしんどいか。ガルドこれあれやね。ボルトチェンジしてバンジ引きやね。3匹見せます。この体力のボルト残すときはジェコに勝てるかもしれんから QR 探すの遅すぎんか。アミュさん QR 探すの遅すぎない。ちょっと喋りすぎな。オッケーいいダメージ。ここバンギに引きます。ガルド読みシャドーボールとか押される可能性もあるから、ここはバンギ引きで。ポリゴン Z に厚く出してよかったね。問題はこの後ろのリザやね。騒ぐ。オッケー。これ舞いますか。捕まえた。これ舞いますか。これ舞うべきやね。竜舞でいきます。これは舞うべき。で S は向こうのが遅いな。さあこれで加速して、裏を見れるんで騒ぐ。オッケー。これで身代わりしても結局ミミッキーのジャレツクは耐えないから、スカーフ剣とか考えると2枚がいいのかな。2枚の方がいいな。裏スカーフいそうやからね。2枚しときますね。まあ、ゲコがスカーフやった時どうするかやけどね。できたら身代わり残したいところ。騒ぐ。204砂ダメ入る。これどとなしくなる。孤立引けるね。孤立引けるけど、これ身代わり残りそうやね。身代わりしますか。身代わり残りそうです。手手拭いたな。で相手がこれ引いてきたらアドやしね。パク手手拭。ここの構造で相手がどうするか。匠あるかな。オッケー。もう残しちゃっていいですか。これ逆に破壊構成で身代わり壊れちゃうな。壊れるか。壊れる。身代わり残し突破かな。身代わり残し突破がいいかな。あ、これやな。韓国の人の QR か発見しました。砂収まる。でこの手裏剣とかがもありますけど、ここは噛み砕くできます。耳がタスキやね。耳がタスキ。ウィザード X か。 X しんどいな。で神剣スカーフで月光が水 Z とか手裏剣もある。嫌なん見れたな。リザ X か。後ろリザードやめてほしいな。結構手裏剣打ちに来た。メザッパーが何かやけど、水手裏剣2発耐えればバンギは生存する。どの道リザやったら無理やから、これは殴った方がいいかな。うん、ここは殴ります。手裏剣打たれてもしゃあない。これはでリザ対面で託した方が勝てるかな。オッケー、壊れない。2発で生存。頑張れバンギ。こらえろ。あれ3発耐える。強い。こらえろ。バンギ出す。こらえろ。3発。止まれ。よし、オッケー。これ落ちるっしょ。オッケー。破壊した。裏リザならいける。剣でもいける。ミミッキはタグかな。リザっぽいかな。剣か。はいはい。スカーフなんで、ガルドで止めれるね。噛み砕くでいきます。よし。ありがとうございました。はあ、結構雑な選出しちゃったけど、なんとかなりましたね。リオさん、大変ありがとうございました。